どうも、ゆうちゃんねーのゆうです。本日は鬼滅の刃からヌードルスーパーフィギュア橋平伊之助こちらの方と、東京リベンジャーズからキューバスケット芝八海こちらの方で獲得していきたいと思います。久々のねクレーゲリになるんですけど、頑張っていきたいと思います。そしたら実際のスタートしていきたいと思います。はい、そしたらまずですね、鬼滅の刃から橋平伊之助ヌードルスーパーフィギュアですね、こちらの方やっていきたいと思います。こちらの方はですね、繊維広がり設定となっておりまして、まあ手前の方がね重たいと思うんで、ちょっと真ん中寄りから、おお、いいですね、一発でハマったですねなのでここで縦ハメに持ってくる形で、右爪奥ですね、ここから狙っていって縦ハメで持っていきたい。できればもう一発二発で、おお、いいですね、斜めハマりになったので、ここで回していく形で左爪奥ですね、ここでうまいこと回していければワンチャンこれでいけると思うんですけど、うわー、ちょっと手前に入ってしまったか、いけ、あー、まあ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 、まあ、この形なので、もう一回ですね、奥側狙っていって縦ハメで持っていきたいので、右爪奥ですね、ここの動きで変わってくるんですけど、どうでしょうか。あー、あんまり変わりませんね。そしたら逆に左奥ですね、今度はここで縦ハメに持っていければいいんですけど、どう動くかですね、この左爪で、よしよし、これは反動、あー、まあ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 、とりあえず真ん中には持ってこれたので反動でいけるかどうか、一回真ん中で持ってみて、反動でワンチャンいければいいんですけど、どうでしょうかね、ワンチャンいってくれ、あダメですね。そしたら右奥でですね、ちょっと形変えていくような形で、左に持っていくような形で、ここの動きどう動くかですね、持ってけ、おー、この形ですか。一応奥側にかかると思うんで、手前側はずり上げていくような形で持っていければいいんですけど、箱がでかいで、あー、入ってないかな、あー、ですよね、入ってないんで、さっきより若干奥側で、ここで下にかかってくれればいいんですけど、かかれよかかれよ、いやー、ちょっとまた左は入ってないよねまあ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 、そしたらもう一回ですね、手前側やってみて、ちょっとね、右爪かかるぐらい入っとる、入っとる、入っとるよ、あかーんダメですね。そしたらもう逆に奥側、後ろの方を狙っていって、ここで動き見ていきたい。左は入っとるで、持ってけ、うーん、あんまり変わりませんね。もうちょっとずり上げをやめるような形にして、奥側狙っていって形をちょっとね変えていくような形で、右奥、あー、ちょっとバーにかかってしまったけど、左は入っとるで、あー、ダメですね。そしたら今度は左爪奥側ですね、ギリギリちょっとかけていくような形で右へ送っていきたい。そこで、そしたらうまいこといければ、おー、いいですね、ここで縦ハメに持っていくような形で右爪奥ですね、ここでうまいこといければワンチャンいけると思うんですけど、おお、まあまあ、そしたら順当に左奥ですね、ここでいけるんちゃうかな、ちょっとね甘い考えではあるんですけど、ちょっといけやんかなっていうところで、おお、めっちゃ下がったやん今なんでこれ右奥ですね、ほぼ手前側、左側ですね、かかってないんで、右奥でかけていったらいけると思うんで、よしよしよし、 OK。 いやいやいや、やっぱりね、末広がり苦手っすわ、やっぱり僕ねさあ、それでは鬼滅の刃ヌードルストッパーフィギュア橋平伊之助こちらのゲットです。はい、そしたら次ですね、キューポスケット東京リベンジャーズから芝八海こちらの方やっていきたいと思います。まず真ん中の方からでやっていくような形でバランスゲットせんかなと思うんですけど、おお、惜しい、めちゃくちゃ惜しかったんですけど、まあこれあと1手2手で取れると思うんで、左爪手前ですね、これでうまいこといけばこれでいけると思うんですけど、あー、その形ですか。そしたらこれずり上げちょっと難しそうなんで、手前ゴムのバーついとるんで、スライドで持っていったらどうなるか、おお、この形か。そしたらこれちょっと調整しちゃったら、多分もう一発ぐらいでいけそうな気がするんで、左側これでどうだ、うまいこと右へ投げてくれたら、うわー、えぐいな。まあこの機体自体がパワーめちゃくちゃ入っとるんで、真ん中持ちしたら結構いい感じにイレギュラーな動き起こしてくれるんちゃうかなと思うんですけど、
これでワンちゃん行ってくれれば。おお、やっば。めちゃくちゃパワー強いですね。なんでこれもう一発真ん中ですね。そしたら手前側に持ってこやんかなっていう感じなんですけど、パワー強いしな。持ってこれればワンチャンいける。どうだ？よし！よし！よし、オッケー！いやいやいや、めちゃくちゃパワー強いですね。そしたらですね、東京リベンジャーズ、キューパースケット、芝8回、こちらのフィギュアゲットです。めちゃくちゃ軽いですね。はい、そうですね。本日は、鬼滅の刃から、ヌードルストッパーフィギュア、橋平伊之助。こちらの方と、東京リベンジャーズから、キューポスケット、芝8回。こちらのフィギュアゲットいたしましたので、うちに帰って、開封のですね、していきたいと思いまーす。よろしく頼むぞ。はい、そうですね。うちに帰ってきました。って言ってもですね、結構火立ってしまったんですけど、そうですね。鬼滅の刃から、ヌードルストッパーフィギュア、橋平伊之助。こちらの方と、キューポスケット、東京リベンジャーズから、芝8回、こちらの方ですね、開封していきたいと思います。そしてまずですね、ヌードルストッパーフィギュア、鬼滅の刃、橋平伊之助、こちらの上開けていきます。はい、そしてですね、上の方開けていきましたけど、やっぱりですね、炭治郎とか煉獄さんとかと同じような感じで、まあかなりね、箱に対してね、フィギュア自体がちっちゃいっていう感じに入っておりますね。いやいやいや、まあまあ予想はしとったんですけど、まあそうなるんでしょうね。ふふふ。続いてですね、キューポスケット、東京リベンジャーズ、芝8回、こちらのお店、上開けていきたいと思います。はい、そしてですね、東京リベンジャーズ、芝8回、こちらのお店、開けていきました。まあ今回はですね、手前側に貼り付いとるっていう感じですね。まあまあ、毎回ですね、キューポスケットね、入り方違うんで、ちょっとね、すごく面白いんで、いやいや、いいっすね。そしたら次ですね、鬼滅の刃、ヌードルストッパーフィギュア、橋平伊之助、こちらのですね、出していきたいと思います。はい、そしたらですね、伊之助の方出していきました。こういう形でね、入っておりますね。で、日輪とですね、こちらの方が2つですね、日輪と入っておりますね。まあまあ、こちらの方はね、結構ね、車で撮るのに見にくいんですけど、まあ出してからお楽しみって感じですね。そしたら次ですね、キューポスケット、東京リベンジャーズ、芝8回、こちらのですね、出していきたいと思います。はい、そしたらですね、芝8回、こちらのですね、出していきました。いやー、やっぱりキューポスケットいいっすね。まあ、こういう形でね、入っておりますけど、すごくいいっすね。いやいやいや。そしたらですね、こちら2体、組み立ての方、していきたいと思いまーす。はい、そうですね、こちら2体組み立ての方完了いたしました。いやいやいや、今回のね、フィギュアもすごくいいですね。そしたらですね、今回獲得したフィギュアはこちらになります。いやー、やっぱりいいですね。そしたらまずですね、伊之助の方から見ていきたいと思いますけども、これはすごくリアルですね、やっぱりね。まあまあ、炭治郎の時もね、煉獄さんの時も結構ね、リアルな感じがすごく良かったんで。まあ次多分善逸やと思うんですけど、次出てくるんやったらね、こちらもね、ちょっとね、期待して待ちたいと思います。そしたら次ですね、キューポスケット、東京リベンジャーズから芝8回、こちらの方ですね。いやー、やっぱりですね、キューポスケットっていうのもあるんですけど、まあ、めちゃくちゃいいですよね。で、まあ、次出てくるとは思うんですけど、タイジとかね、出てきたらすごくね、熱いなと思うんですけど。といったところですね、本日の動画、これで終了したいと思います。少しでもよかったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いいたします。